中野康氏のゆるぴた精霊の森ゆるぴたこんばんはクロスウェーブ戦獣ゆるぴた精霊の森ツー森の番人の中野康氏ですアシスタントのけいですけいさんはい ちょっと遅いですけど、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。まあ、本当なんか十五日まで、これの言える期間があるらしいんですけどね。あの、豊洲の世界では、実は、まあ、年末なんですね。そう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 。もう、なんか、みそかに近い、感じですね、そうですね。あの、東洋思想業界っていうか、まあ、中国、日本系ですかね。立春を、あの、新年としておりますので、まあ、そういった意味では。 まあもう少しで明けましてっていうまだ明けてないぞと込みが入るところもしますなので私としては今新しい年何しようかなっていうこともちょっと考えてみたいにして、最後のやり残したなんてでしょうね。2015年の引き続きをやりつつ、本当に新しい年を2月あの2月4日から迎えるのにどうしようかなって感じですね。まあヤマタンのね今年ですよね。だからヤマタンならではの変革だとか。 まあそういったものをできるのもあと残り数日という,そう私はギャあの育ちですから、はい、育ちワールドにもはまってますかで,ああそ,うです、ね、それぞれねやり直し,したかなとか<笑><笑>ねいい年になるようにお互い頑張りましょう、はい、ところで恵子、はい、さん最近の近況としてはどういう感じですかです、ねはい、あのー 今、はい、その年末だというお話、ええ、東洋思想ワールドでは年末ということで、私は1年間、ヤマタンの世界を生きてきたんですけど、はい、じゃあ、自分にど、最初からね、やっぱりヤマタンワールドにいたので、やっぱり自分を変えなきゃ、変革させなきゃと思ったんです、<う>大きくねで。何を変えたかなと思いましたけど、えー、っといろいろ変わりましたね。あの実は、ええ、コーチングを受け ております今え本当ですかそうそうあまそうだ言うのは説超初耳なんですけどそうでしたそうでした実はコーチングを受けてますええでまあそれもねすごく私にとっては変革だったんですけどあのやっぱりこう従業員さんが三十名になって大きなところに引っ越したときにあの豊洲を学んでいるので非常に心は安定してきてるんですけど自分伴走者が欲しくなったなと思ってでそれはこう 共に走る人、うん、そうそうそう経営課題を一緒に走、うん、まあ、一緒にこう思っててくれる人とかうん、うん、でちょっとそれはやっぱりこう無料でやるよりもお金払った方が本気になるかなと思ってやり始めたんですけどでその中でやっぱ気が付いたことが私なんかお客さんに接するようにメンバーのみんなに接してなかったなっていう超反省を。 いろいろこの番組でもメンバーのことを言いましたけど、はい、私が一番いけてなかったなっていう、ね、<laughs> その反省をしたのが、はい、今、この2015年<ー>もう後半になってやっと気づいたかということですけど<ー>でもそこが一番大きな変化だったかなというふうに思いましたうやっぱりどうしても従業員の方ですとね、はい、こう身内状態になるというか。そう,そ,うそ,うそうなんですよ <laughs> だから こう結構きついことは私言ってたと思うんですけど、うん、外では言わないよう,な,う,こうなんて言うんでしょうね言葉を使ったりとか<ー>でそもそもあの私の特性って言いすぎちゃう傾向もあるんですよねそらジって、はい、言いすぎたなって後で反省してそれがずっと反省できなかったんですけどちょっとコーチングを受けてどんなことしますかって言われた時に、まあ、ちょっといろいろやっていく中で、はい 反省もしつつ実なるほどね。私もともとね恵子さんとは前職の同僚というか同じ仕事仲間として出会っておるんですけれども当時はねそんなにんか厳しい恵子さんってなかったんですけどそうなんですよやっぱりメンバーの時って安定していられたんですけどやっぱり経営者になると。 すごく焦りも出てくるじゃないですか。まあ、そ,そうですよね。ね、三十人の人生かかってると思ってしまうと、はいうん、はい、それであのね焦ってたんだと思。二千十四年から二千十五年にかけて、ね、そこを見直したいい年だったとわかりました。まあでも気づいてよかったですね。本当よかったです。うん、はい。でその中でやっぱり東洋思想を学んでいたからこそ、うん、あのー、考え方ができてきてるなっていう印象も受けたので、はい、やっぱり東洋思想と。 コーチとセットってそもそも私はあまり引いてみてたんですけどやってみたら面白いなと思ったのとあと今私がやってる会計事務所の仕事でお客さんにコーチングをしなければいけないような場面も出てくるのでちょっと手法を知りたいな手法っていうかこうや味わってみて提供したいなと思ったその点もあります。 東洋思想仲間が集まって文化祭を開催したんですよね私が出した作品が私たちが習っている師匠のレジュメに出てくる専門用語の解説をざっと辞典みたいなのを作ってやったんです用語集を。やってみたら 自分ででまとめてみたらすねなんと465ページだったかなである人にやっぱり PDF よりもね紙の方がいいとか言われたんですけどよくよくこうね考えてみたら1枚コンビニだったら10円するじゃないですかコピーってすごい金額するななんて思ってびっくりしちゃいましたね。でそれを今ちょっと PDF 話出ましたけどご縁ある人に無料で お送りしますよと pdf の形で、はい、って言ったら、はい。はい もうす結構な人気を博しまして何人かまあ110人は超えてんじゃんすごいですね本を出したら100冊は売れたってことですよねそうあれ一冊1000円にしてればなみたいなまたそんな変わらないをしてでもまたねそのそのテキストがなんと賞を取られてありがとうございます素晴らしかったですねまあなんか先生もねなんかあの当友所仲間にあの紹介してくれてるそうであそうですかえ自分が 自分もそういう養護宗持ってるけれども、まあ、生徒の中から「俺の養護宗作るやつがいるとは思わなかった」言ってくださったそうでまあいうことでねお役に立ててよかったなと。400数十ページっていうと A4 のね売ってるやつは500枚だと思うんですよね、えーはい、だからほぼあの厚さってことですね,ですねの自転を作ったとそうですねすごいだって両面両面コピーして厚さでいうと こんな感じですようん、うん、あ、両面そうですね両面コピーで片面コピーになってたの、ね、こんななっちゃうだからやっぱり a 4なの売ってる、うん、束ですねでもやっぱりね確かに割れてみてわかりましたけど、うん、あのー、確かにね PDF だとねちょっと読む気がしなくなってきますね割れ、うん、ながら <laughs> やっぱり、やっぱこういう本の方うが、やっぱり、やっぱりいい感じしますね。ってね、紙の力ってありますよね。あります、あります。で、基本はね、無料でお配りしてるんですけれども、中には、まあ、なんか、やっぱ素晴らしいか、素晴らしいっていうか、気を使ってくださる方もいて。あの、わざわざ金構図で、あ製本して、私にくれた人もいるし。それから、あと、おせんべいくれた方もいらっしゃいましてわざわざ送ってきくれたんですよ。新潟の激うま煎餅、創設、どうもありがとうございました。お礼に。 でね、中に、ね、もちろんあのメッセージ好きでありがたい、うん、やっぱりさすがですね。じゃあ嬉しいことが賞を取ったということと、はい、それから皆さんからそういう熱い要望を受けたっていう正月というかう <laughs> ということで今年もお互い頑張っていきましょう。では、えー、最初のコーナーに参ります。うん こちらのコーナーでは東洋思想に興味がある人たちにおすすめしたい書籍を取り上げています、はいえー、今日はじゃあ私から行きたいと思います、はい、これです、えー、古代中国の文字から身体感覚で論語を読み直す<ー>、えー、安田昇さんという方が文からですか、えー、書いた本なんですけどこの方はあのー、中国思想の専門家、うん という前に農学者なんですって。へえ、え、農学者ってのは？のお,のお,のおのおのね。そっちがどうも本職で。えー、そうですか。で、その人がその独自の視点でこれ書いてるんですね。<ー>で、すっごい面白いなと思ったのは、うん、この人はすっごくその漢字が大大好き人間みたいで、あの論語がこう孔子が生きてた頃。はい。 別にすぐに論語ができたわけじゃなくて、はい、実は何百年もしてから、この論語ができてるんですね。で,すねはい、で、その論語が、かか、あ、論語っていうか、孔子が生きていた時代には。うん、まだ、この漢字、論語に使えているこの漢字はなかったはずだっていうようなところから。うんはい、じゃあ、あなんていう漢字が、まあ、使われてたんだろうみたいな、<laughs> <ー>あの、そういう漢字の本なんですよ。<ー>で、すごく衝撃的な話がありまして。はい あのえ何、ー、だもともと漢字がですね、はい、え生まれたのがあの中国でいうと陰と言われている王朝の時代なんですって、はい、でその時にできた漢字の種類が4000ないし5000ぐらいの漢字が生まれたそうですちなみにあの今日本で使われている常用漢字の数が1945文字2009年時点で、はいはい、えそれだけしかないってことですか まあ昔っていうかまあそうかもしれないですね、はい、でも常用漢字が分かっているさえすれば基本的には新聞とか全部読めるじゃないですかだいたい2,000文字ってことですけど、うん、2,000文字漢字知っていればですねそんなに苦労しないと、はい、でそんな中45,000ぐらいあの漢字が生まれているので、はい、まあ,あの我々のここまで聞くとね、はい、常用漢字を含めてその倍ぐらいの漢字ができたんじゃなかろうかって普通思うじゃないですかところがですね 実はその45線の中に心といいうううがななそそんですかもちろん心がないってことは立身弁を使った感じもないしうやうやしいみたいな感じちょっと心みたいに下にポンポンポンとありますあ下心っていうんですけどそんな感じもないし恋愛の恋っていう感じもないし心がつくものが全部ないわけですよ。で心がじゃあいつ生まれたのっていうと。ですね あの陰の時代が、うん、あの次が周という王朝なんです。はい、その時にできたそうなんですんその時からできたというか、その時から突如出現するんですって。うん、心グループ。春秋の周です、ね。そう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 。えー、で、あのということは、今から遡ること、だいたい3000年前ぐらいに。心という漢字が生まれたんだと、うんえーね。なるほど。その時に何があったんですかね。ねで、心っていう漢字が陰の時代になかったってことは。うんうん 多多分分心という概念がだから我々の勝手なイメージだと人間として生まれたからにはそのどんな時代であっても何がしかの心はきっとあったろうと思うんですけれどどうもそうでもなさそうだと。 心ができたのは実は3000年前で孔子が生まれたのが2500年ぐらい前ですからはい、はい、なんと心というおそらくですけど、はい、概念が登場してからまだたった500年しか経ってないな状況なんですよ。時に孔子が,がそうすると例えばですけどね、はい、あの えっと我十有五にして学に心ざす三十にして立つ四十にしてでしょあの惑うって字欲がはめたら心があるでしょ。ってことはあのそれまでは交交渉文化ですからあの口伝えにこうやってたわけですよね伝えしたわけですよ。であのよくわかるんないですけどフーワークとかなやってたんでしょうね。でもあのワークっていうと枠って時にまあその 論語ができた時代その漢字として書いた時代にはそのもちろん心,あの心がついた枠があったんですけど孔子が生きたた時代にははその枠はなかったわけですねでじゃあどんな漢字が当時まあ,あったんだろうということをこの筆者が推測していくわけです。で原則として一番簡単なやり方っていうのが大体まあ当たってんのがそ,そうするとあ「ある日のある」で多分それだろうと同じやっぱり枠って読むし。 であの枠って心がない枠の意味合いって何かっていうと例えば国ってじゃあるじゃないですか日本国の国あの中ね旧自体はあれ作りますけどねあと領域の域土辺ってあれもですよねだからそのあの枠っていうのはまさに何かの境界線を表している国としての境界線だったり領域の境界線だったり境界って意味があるんです。 あの不枠ってことは境界界線を作るなと限界を作作るるななとと限大体40ぐらいになってくるとあのそうそう自分自身でねまあ俺も大体いいこんなもんかとまあ人事やってきたしまあこれからも人事できていくのかなとか会計できていくのかなとね私はもう会計っていう枠を作っちゃうじゃないですかその枠から飛び出せたそれが不枠なんだとまあいうことというそういうことをこうかもう推測してるわけです。 もちろんその心がついている惑わずっていう読み方だってまあもちろん大事な読み方だしそれがオーソドックスだってことは百も承知なんだけれどもまあ漢字っていうところから掘り下げていくとそういう可能性もあるんじゃないかっていう、うんうんうん、面白いですねなんかちょっと全然違ってましたもん私は惑わずだと思ってましたけど <laughs> いや普通みんなそう思って私もそう思ってましたからね,ねだからそういう読み方もあるっていう考え方が面白いですねそういうそれもあり得るというようなことで、うん、すっごい面白いったですね面白い面白い、はいで ええー、ちなみにということなんですけど、うん、実はお値段お、お値段、お値段、お値段ちなみに1700円でございます。待ってる人がいる。<laughs> で、あのちなみに、えー、実は今あの先,先月からね、はい、あのなくなっちゃったコーナーがありましたね,ね。ええー、何でしたっけ？な <laughs> くなっちゃったと忘れちゃった。お天,ーーお天気コーナーね、お天気、うん、お天気情報。 あれがなくなっちゃってほ、まあ、他のところをこう厚くしていこうと先月話したばかりだというのに下のもかまかないうちから新しいコーナーを4月から立ち上げることにいたしました。過小ですけれども、えー 恵子ちゃんの「論語コーナー、はい、ちゃんですかいやよくわかんないですけど <laughs> なんかすっごい中野さんに外堀埋められた <laughs> 私の勉強の機会を先生が作ってるっていうそんなイメージでございます。ま一応論語の中から一つ取り上げて、はい、それを、まあ、あの基本的なところ、まあ恵子さんに、まあ、こんな意味あるんじゃないかっていうことをちょっと読み多分、ね、ちょっとみんなで素読したりとか。はい ちょっとこんな雰囲気だとか言って、でそれで話でまあ二人で盛り上がるのかゲストを巻いて盛り上がるかわかりませんけど、まあそんな耐えられましたと <laughs> いうことで、えぜひ楽しく論語をまあ広めつつ学びつつみたいなねやっていきたいと思います。はいでは慶子さんどうぞ。私ですねあのー、私の方はえっと本田正六さんという方の本を、はい えー、お正月から、はい、うんもう3日ぐらいで3冊読みまして<ー>すごいはまりました本田精六さん<で>にはまったはい<ー>えっと1月今28日ですけども十人ぐらいに <laughs> 10人ぐらいに語ってる <laughs>、えー、<laughs> 絶対いいですこれみたいなことを語っていますどういう方かというと,、うん、えっと明治神宮とか日比谷公園の森を設計した東京大学の林業家なんですね で何が有名かというとあのー、4分の1貯蓄術と言って、うん、とにかく財産を築く方法をが有名なんですけど実はそそそっちがううだから自分の給料の4分の1は蓄えなさいとで、うん、それを蓄えたものをどう使うかということがとても大切でこの人はやっぱり最後寄付をするとかしてるんですね。<ー>でで分分の3で自分の自 生活をして、四分の一は蓄えて、蓄えて、最後どなたかに。あの、寄付するとか、そういうことをされて。いました。その辺が、そうですね。で、もう一つ面白かったのが。うん、あの、人生計画一覧表っていうのがありましてですね。えええー、例えば、そうですね。年齢でいうと。六歳から二十歳までとか。うんうん 21歳から65歳までとかちょっとそんなにあの幅は均等じゃないんですけれどもどんなことをどういうふうに生きていくべきかみたいなことを年表にしてくれてるんですで、この人は確か65歳って定年になった時これからは成功うどくちょっと隠居生活を送るぞと思ったらしいんですけどその年になった時にはたといやいや違うと。あのー まだここから先頑張らなければいけないということでなんと120歳まで <laughs> 計画を立てて、えー、面白いです、ね、すごく東洋思想的だなと思いながらう最初の6歳から20歳までは人間らしく働くための準備<う>で、えー、21歳から65歳は身のため国のために働き名利を蓄積するみたいな。歳歳から85歳が命理に 名利というのは名前の何に利益の利ですね、うん、に超越して世のため人のために働くと。でやっと86歳からまあ道楽してもいいよみたいなね。でもう死ぬまでこの人がおっしゃるのはこう先立たちは死ぬその日まであの成長してきたんだというようなそんなことを書かれてとても豊し総的だなさっき「分別」って はい、あのまわずというのは息を作らないって言いますけど、ええええ、この人はまさにそうでう65歳だからって言ってまだまだ人生これからだよねっていうようなことを言っているんですね。うんうんなるほど、ねはい、それがとても面白かったです、ね。<ー>あとすごくあのあでとても早く知りたかった<う>これ20代とか30代で知ったら、うん、貯蓄もできたし <laughs> 人生も変わってたんじゃないかと思いますので <laughs>、ね、若い人にお勧めしたいです。ちょっと昭和26年 の出版された本なのでちょっと古臭いんですけど、でも書いてあることは簡単だしとても面白い本なので20代30代の若い人に読んでほしいな。なるほど。ちなみに40代40代の人はまどな何をする時期でしたっけ？世のため人のために尽くす身のため国のために働く。身のため。自分のため。自分のため。はい。でも国のためでも。両方。はい。で仕事を同楽化しなさいと。ああ。仕事は楽しむもんだとあなるほどね。 ああ、恵子さん、そのあたりも実践されてらっしゃるんじゃないですか?。一番できてないのが貯蓄。貯蓄。あの人のために使うお金稼いでないなっていうところ。これ私もそうだな、正直。すごく。四分の一ですか?。結構でかいですね。でかいですよね。割合的にね。何か作る時、こうポンと。ほう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 。で、もう、私がこの人に惹かれたのはですね。 ちょっとこうサイド的なストーリーがありまして<う>なんと私の出身の伊東市に最後別荘があった、はい、昭和26年<ー>でうちから車で5分のところに住んでいらっしゃったそうですか年代が違うので、うん、会ったことはないんですけれども伊東に住んでいたということとうもう一つですねあの、まあ、他に2冊本があるんですけどその中で「ええうん ところどころに鮎川義介さんという名前が出てきて私たちあ鮎川義介さんの流れの今、学問をしているじゃないですか出てくるんですよ、中に3ページぐらい鮎川さんに褒められたっていう褒められて嬉しいっていうページがあって実はこの間鮎川さんの芸術を含む鮎川雅子さんとこの話をしたらぜひ送ってちょうだいって。 はまりました。なるほどね。三冊読みました。<laughs> すいません。はまりっぷりすごかったです。り,りしすぎました。いやいえいいです全然 OK です全然 OK です。わ、OK、かりました。ということで、はい、じゃあそうですね。そろそろ次のコーナーいきますか。はい、今日はあのタップンですよね。そうですね。えっとタップンはですね。はい、どんなキャラクターかと言いますと、はい、まあ基本的にはあのこの学問は。 毎回申し上げてますがあの自然現象と、えー、人間に流れてる気が相通じてますよみたいなところがありまして、はい、タップの場合には湖なんですね。でその湖から受ける印象が、うん、あそのままタップの印象になってきます。うんうん、で湖と来れば、まあ、あのたまるですよね、はい、水がたまってますので、はいえー、それと同じように教養がたまるだとか、はいえー、それからあとは収入がたまるとか。はい なんか羨ましい感じのね生活に困らないみたいなことが言われてますね。それからあとはそのタップンと来れば癒しなんですよね。湖見ると癒されますね。だからそのキャラクターそのタップンの人と接しているとなんかこう癒されモードになっていくとかね。でタップン自身は人を喜ばせることも大好きだし、自分がその喜ぶことも大好きです。なのでまそういうようなあのためそのそのために特にあの会話 あの会話を使って、うん、あの人を喜ばせるってことが結構得意技ですね今日の方はどんな方ですかね楽しみにしていきたいと思います、はいえー、それでは今月の精霊、はい、タップンのゲストを皆さんにご紹介しますゆるぴた今月の精霊,、はい精霊 にお越しいただいた素敵なゲストをご紹介します本日のゲストは村上さんですようこそお越しくださいました、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします <laughs> 元気な方ですねありがとうございます今日は私はお初にお目にかかるので、はいはい、よろしくお願いします <laughs> あのさっきちょっとねあの村上さんとは打ち合わせしましたけどあのこ我々2人はあの今から3年ぐらい前ですかねあの初めて見にかかりましてちょうどあのこちらの,あのインターネット放送を主催している会社さんの研修をやると,ねということで。 あの共同開催みたいな前半のその前座私やりましてのまさにこの「タップんだ」とか「なんだ」とかっていうね精霊ワールドの話をしてであのちょっと温めたところで村上先生にご登壇いただいて。そうでしたね ちょっとコーチング的な話とか的な話的な話カジったぐらいの話をちょっとさせてもらったりとね私は初めてなのでどんなことがされているのかもちょっと自己自己紹介の方ちょっと自己紹介でお願いできますか？自己紹介わかりました。えっと村上陽介と申します。これどこ見て喋ってないのかな？いあだいたいあっちですね。あそこでそこの見てわかりました。えっと今ちょうどですね。はい。30 1>, 1歳なんですけど<う>えと足立に来て6年ぐらい経ちますかねはいで今ドリームフェイス合同会社っていう会社をあの自分で創業してやってます、はい、でまあ教育の事業主に 教育とかとカウンセリングですとかそういったことをやっていてまあそのご縁であのキャンサーのね,こでねやらせてもらったりとかっていうこともありましたしあとそのカウンセリングする上で結構その何て言ったらいいんですかねこう私結構スピリチュアルなことも結構好きでまあそういうことも勉強してあとはそれこそねあの精霊のねお話とかも勉強してそういうのも取り入れてやってるんでまあかなり興味が。 そうななんですねんかあの今回のインターネット放送のご出演も2人で相当飲んだ時にラしきゃってそうなんですよあれもう1か月ぐらい前そうですね多分そのぐらいだと思うんですけど1月の新車決まったから夜中に酔っ払いメール相当飲んだのてなんかちょっとねあの嬉しくなっちゃってあのの近くで飲んだんですけどなんかあの 私が毎月出してるね、あの心のビタミンの、私ファンなんですって言ってくれて、ああそうですかありがとうございますと、まあいうこと、あんなねあのめんどくさいマニアックなね、そんなことない、毎月毎月よくご覧よくぞご覧いただいていると、すんごい楽しみです。実はね男性ファン多いんですよね、なんかこうとてもあの長さとか硬さ硬さとかあとまとまりああみ感、総括的なっていうところは男性 のファンをよく聞きますよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。まあそんなご縁でね、そんなにお好きでしたら、ちょっとこちらのインターネット放送もいかがですかと、まあいうような話になりまして、ありがとうございます。お越しいただいたという経緯ですね。今日はなんとあの村上さんがあの村上グッズをいろいろ持ちいただいたということで、素敵なもうたくさんあるんですけどね、全部紹介しきれないんですけど、ちょっとトップバッターから行っちゃっていいですか。まあ一応あのさっきね申し上げたんですけど。 あの私カウンセリングをするんですけど、まあ、ちょっとしたその、まあ、リーディングっていうんですかねカードを使ったリーディングっていうのをやっていて、はいほうほうね、袋の中に袋がある袋、ね、袋の中に袋があるんですけどちょっと自分であのー。 カードをね作ったんですよ。作ったんですか？作ったんですよ。これ。それでまあこんなねこんな感じのちょっと見るとこんな感じでね、えががあるような感じで、ぼんわかした感じですね。そうですね。これがまあ四十八枚。 あるんですよね。で、それぞれまあ絵柄とあと言葉ですね。で、まあそのお相手の方に聞いていただくと、おのそその時その方に必要なメッセージがパッと出てきた。で、そこでちょっとこうお話をしていくことで、深く深くちょっとお話しさせていただけると、そのきっかけ作りきっかけ作りのあの光のカードという光のカードっていう名前もあの村上さんが自分で名前された自分でお恥ずかしながらあのいいじゃないですか。 なんか光ってる感じしますよ、き、き、ね、黄色でね、ありがとうございます。カードが頑張ってくれるので。ね、カードで頑張る。頑張ってくれるので、結構楽に。ちょっと、あの、実験台。あ、そう、そう、そう、私、あの、今必要な。今必要な、あの、メッセージをね、くださいと。思いながら、思う存分、ちょっと、切っていただいていいですか。切るんですか。はい、ご自身で念を、ぜひ、カードに入れてみてください。ちょっと、大きいんでね、あの。 気をつけて切ってます。あの切ってない一番上とかそういうことですかどこでもいいです本当これね私結構手大きいんですけどそれでもたいや相当大きいですよそのこれね女性だとあの分けてね切ってもらったりとか切るんですけどねはいここもどこでもいいですねちゃっと祈ってます大丈夫ですか私に 必要なカードをください。ください。今私に必要なカード。だからさっきからこの人ね、出てくるんですよ。出てきますね。じゃ、あこれでいきましょうか。はい。じゃん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 っていうことで、じゃんですね。こっちですね。はい。これで。視点のを。カード。なるほど。なんですね。まあ。これはですね。結構その。 これ地球と、あとこれ自分なんですけども、まあ宇宙のね、目線から。あの物事をしっかり俯瞰して、しっかり捉えなさいっていう意味と、あとこう地球って。 球体なんでね、三百六十度あるじゃないですか。なので自分の見ている視点だけじゃなくて、まあ物事の裏側もしっかり見ることが実は大事ですよなんていうことで、それありました。あった、すでにありました。ありましたか。今それを熟成させて次に行かそうと思ってるところでしす。そういうことですね。裏側を見る、裏側て、はい、あの実行する。そうですね。見えないところこそ。

ジャジャーンですね。はい、お願いします。はい、ジャカジャーン。お、どんなカードが出ましたね。矛盾の矛盾。なんですか矛盾。なかなか難しいカードなんですね。これ。おこたてですね。なんかこう白黒結構そのはっきりしないいこともまあ大事だったりするとかね。そういうそのまあ重要と読んでも別に良かったりするんですけど、そのあえて。 やりすぎないとか止まってみることも大事だよってそんなようなカードですね。いやちょっとやっぱり今自分が考えてることとか周りのこの状況とかババババババってこうやっぱりくるじゃないですかやっぱちょっと気をつけようと思ったことがありますよちょっと2月になってからある人と会ってお話しすることになってるんですけどまあその時にはっきりブチッと物申すのやめてもうちょっとマイルドな感じでいこう よかったこんな感じで結構ポジティブなメッセージをくれるので、はい、あの非常にあの楽させててもらってますなるほど普段はこうどういうセッションというかをされてるんですか、はい まあ宣伝をしているのでそれを見てもらったお客様がお越しいただいたらまずその方が何をねお話ししたいかっていうのをちょっとこう聞いてまあその上であのどこからお話しするかっていうのをカードを使って大体いい3枚ぐらい引いてもらってそこからちょっとこう読み解いていくようなことをやってますちょっと東洋思想に似ているものがあるなって確かに言いましてそうですとさっきのょっとか。うんはい、そうですね まさにそんな感じがしますよね。そこから何をこう学ぶかっいうね。はい。結構対話のカードですね自分の。はい。そうですね。はい。まさにそんな感じがしました。ありがとうございます。ね。ね。気をつけましょうお互いに。はい。最近ね愛が一番下だった。愛は出ないんだな。切ったんだけど出なかった。愛欲しいですよね。はい。まあまあ愛はね。 あの与えるものですから。深い深いですね。いいいいはい。聞かじったようなことを言うなみたいな。はいじゃあ次いっちゃいましょうか。たくさん持ってきますからね。いろいろ。はい。あの持ってきました。それで二つ目がですね。二つ目は。二つ目。なんだ。じゃじゃん。じゃじゃん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 ということでこれですね。T シャツなんですけど。はい。こうこういうねこういう柄。僕顔見えなくなっちゃうんですけど。はい。あのこれ何かっていうと。はい。 声聞こえます今<だ>い大で、はいえっと私笑いヨガっていうのをやって。 笑いヨガ、笑,ヨガ笑う健康体操みたいな感じで、<ー>あのインド発祥なんですけど。<ー>あのユーモアとかで笑うんじゃなくて、<ー>自分で笑う動作をしながらしっかり笑う。っていうことで、結構最近テレビとかでも。私テレビ見たことありますね。あ,あります。はい。<ー>で、それ結構私好きでやってまして、それをあの自分の会社の研修とかにも取り入れたりもして、やってるんですよ。で、これはあのこの間。 あの20周年だったんですね、うん、インドの,その方が開発されて20周年で、日本に今来て大体まあ10年ぐらいなんですけど、まあちょうどその時にそのに創始者の方が来た時に、私は事務局のまあまあ実行委員をやったので、その時にあに作った T シャツですね、分かりやすいものがねなかったんで、<ー> <laughs> ただね笑うだけだから、これかなみたいな感じ。ヨガの、はい 動作はするんですかえっと難しいヨガの動作はしません。<ー>そ,その代わりあのヨガの呼吸法。 をすごいやるので、あの笑うとかなりやっぱエネルギーを使うんですね。そうでしょうね。は10分の運動が10分の笑いが1時間の運動に相当すると言われるぐらい、あの笑いを笑うときって全身運動なので、もう結構汗だくだ汗だくだくになるし、汗だくだくになって笑い続ける、内臓が動き気がします。内臓動きますね。も動くし、その辺もなんかそうですね。あの意識しなくても腹式呼吸とかね、そういう呼吸が できるので、あの笑うときは絶対吐き切ることをすごい意識してやってもらってますね。笑ってみてね。はこんな感じですね。これを例えば動作で、あのインドだとね、あの挨拶するときに手合わせてナマステって言うと思うんですけど、まあ皆さん同士で手をね、ちょっとやってもらってナマステっていう代わりにあははははっていう風に言ってもらう。 じゃ行きましょう。一緒に行きますよ。ワンツースリー、あっ、って感じですね。なるほどこれをひたすらひたすら皆さんいっぱいいる中でやるので、ジュングリジュングリでいろんな動きを今ね朝日ですけどやっていくので少しずつ楽しくなってってあの気持ちもあの高揚していってストレスも軽減できる。で血流も良くなって脳も活性化なんていういいことづくめのねプログラムなんでかなり。 おすすめいやそうでしょうね今ね正直ねこの二人はまだちょっと恥ずかしさが先に立っちゃって思いもき笑えなかったけれどもただあの面白いから笑うっていうのもあるけれどその逆の笑ってるから面白くなるっていうのもあるんですよねそうでやってみるとそうなっちゃうみたいなねまああのカメラがなくなってじゃ実際みんなでやろうっていう話だったらだん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 ねあの我々もできるんじゃないかだいぶ恥ずかしさはなくないはずなんですがそうそうそうちょっと恥ずかしかったね。 最初はねでも私もねなんか前「笑いの紅葉」って聞いたことがあってあのなんか癌かなんかを宣告されて余命もう3か月ですとかってね言われちゃった人がもうどうせだったらちょっとホテル自分でも貸し切りにしちゃってそれで死ぬほどたくさんおああ笑い系の,そのビデオみたいなのを変てきたんですそれで一日中それ見てひたすら笑ってるとやってたら。 がん消えちゃったらしいんですよ。本当ですか。うん、すごいですね。まあ、免疫力もアップしちゃうし。うやっぱ、すごい効果あるみたいですよ。うう笑うって。<ー>そうですね。ちなみに、こう、村上さんは。うん、まあ、はい、いか、村上さんは、何でも笑えますね、きっとね。<laughs> <laughs> なんて感じですね。<laughs> を今ね、ビデオっていう話がありましたけど、はいうん、何があったら自分は笑えるかななんてちょっと思ったので、うんはい、の質問なんですけど。そうですね何があったら笑えるか、まあ、グッズとして何か,かグッズ お笑いビデオではなくて例えばこれとかそうそうディズニーランド行くとかああ笑顔になれる時すいません私今スポット買わなかったのでそのもし同じ立場になった時にそのねどうするかなって思っちゃったもんですみませんお笑いのビデオとか漫才だめなんですあ落語だったらいけるかな落語ね漫才のがまだお笑い全然だめです私笑えない笑えない ね、だ、まあ、そういう方のために、やっぱり。笑いようが、あるんじゃないかなって、ね。ツールで笑える方は、それでも、う幸せで、いいんですよ。ね、やっぱり、私もいろいろね、笑いワームとか見て、笑う時もありますけど。でも、やっぱり、自分で笑う気持ちを作っていくことが、とても大事だし。前向きになっていくので、まあ、笑えない、からこそ笑うっていう、そんな。感じですね。ちなみに、けいこさんは、あの、もう、息ができない、苦しいって感じの。 お笑いって最近ありね<え>いつですか、ね、でもこう一つ話してた時にはがが,が一番笑いはありますけど、ね、あーなるほどね,、うん、ねそれはそうです、ね、でもさっきのこうビデオとか DVD ってちょっと見つけてみたいなそれに変わるような何か笑い、ね、映画とか笑,お笑い系の映画みたいなやとか、うん、いや映画で笑わないでしょ わないそういうだからそういう類の映画しか見ないからじゃないですかそうなんですそうなんですだからドラマも例えば大河ドラマとか朝ドラとかちょっとこう何ていうの自分がやる気になっちゃうドラマを見るそう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 んかこう心の底からっていうのがなかなかないですがまあちょっと例えばそっか子供の姿とか初めてのお使いあていうかああいう感じでいいと思いますなるほね。 温まりますしね心がね。うん。中野さんなんかちょっと挙げてください。何<ん>を？<ー><で>笑えるツール。笑えるツール。私なんかでお笑い大好き男ですから。あ、そうなの？えーま、笑えるネタもあるし笑えないネタもありますけど、あの基本好きですね。えー、サンドウィッチマンとかあと確か一番好きは東京ゼロスリー。 あれ大好きです。基本面白いですよ。コント系面白いですね。あと笑い飯とか好きですし、ボケてボケてまたボケてみたいなね、ツッコミがいないみたいなもうそういうのすごく好きです。そうです。よくねつまんないものだって。そんなことはないですよ。ちょっとねあしてみようと思います。笑いをする笑い女。 まあということで、はい、話はつきませんけれどもそ,、ねえー、そろそろ一旦、はい、あの村上さん、はい、ゲストコーナーは閉、はい、めたいと思います、はいはい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい この番組はクロスウェーブ千中千中クロックス七階ブースからお送りしています。それではゲストの村上さんとともに次のコーナーに参りましょう。はい、お大師さん、講師さん、ローソー臨材有識なむなむお釈迦さん、申しさん、みんな大好きとよしそう。難しくない。<laughs> <laughs> オッケー。ありがとうございます。 と練習ち,ょちょっと間違えました <laughs> いいですよちょっとぐらいは <laughs> もう9割当ったってるんだから OK ですよこちらのコーナーではインド中国日本のもなし層についてお話ししています、はいえー、それではあのファンと言ってくださった村上さんお願、はいしますのお、はい、話の前に忘れてましたはい これタンプキーフォルダーありがとうございます。タンプ可愛いけどタはいありがとうございます。目立つところにつけてあの休憩忙活動にご協力いただければ幸いです。かしこまりました。はいそれでですね話を元に戻しましてファンと言ってくださったあの心のビタミンはい今月の特集はこちらです。やはや儒学に学ぶリーダー学国と感化というお話でした。国と感化ではい。 もう読むの大変でした大変でしたねいつもより前そうですよねそうですねいつもはですねあのここの最初のまあ軽めの記事が二ページあるんですけど一ページになっちゃいましたそのぐらいちょっといつもよりはボリューム感がボリューム感もあるし難しかったしすいませんいいんです今回は多分漢文とかがねあっちゃこっちゃに散りばめられてたのでもう見ただけでうってなっちゃった人も正直多いんじゃないかなと 難しくないっていうものに限って大体難しいですからこれじゃなくてこれになっちゃうと難ですでも村上さんはさっきね「気を使って」とかおかですけど面白いって言ってくださってね面白いですよもう今回の記事なんてね経営やってる人は絶対好きな記事ですよね言ってくださると嬉しいですありがとうございますで傾斜向けですよねで傾斜向ですのねあ一応このですがどうのってやっちゃうと。 もうリスナーの方も,もう眠くなっちゃいますのでそれはやめてこうある意味ねそのどういうリーダーが大事なんだみたいなことをまあここで書いてるわけですからまああの漢文関係なくえーリーダーということをテーマにねたまたま,あのまあ我々3人ともあのリーダーのことをリーダー的な役割をえ担っている一面もありますからあリーダーとしてこんなところを心がけて やってましたとか、うん、まあ、あるいはかつてこんなことやって、ちょっと失敗しちゃいましたとか。まあ、どちらでも結構ですけども、何か思いつくところをね。皆、えー、さんにちょっとシェアをしていただきたいなと思います。はい、それでは、えー、ゲストに敬意を表しまして。はい、あ、僕はですかわ、えー、<laughs> かりました。皆さんなんかネタを一つお願いします。そうですね。あの、う心がけていることにします。心がけていうことというか、僕が、うん、あの、社会人2年目ぐらいの時に。 あこの人にはついていこうって思ったリーダーの方がいるんですね、えーうん、で、まあ、やっぱりそのその方はですね、うん、僕よりも当時5つ上の方だったんですけどでもまだ2020 20代後半の、ね、2 7 2 7 8ぐらいの方で、はい、まあ営業を私当時やってたので<ー>あのその営業の時のまあ まあ課長さんみたいなそんなような方だったんですけどもあの僕がある時ですね提案をとあるお客さんにしたんですけどまあちょっといろいろ段取りを間違えてしまってですねあの非常にお客様から品縮を買ってしまったとで、出禁になってしまったということがあってあ私は私なりに頑張ったんですけどですけどまあ結果としてそうなってしまってまあその時その方が僕のことを一切責めないんですよ。は あまあ、キャミはって言われたんですけど、まあ、いや近い年がね近いんで、はい、僕村上が村キャミになってキャミになっちゃったんですけどあだだ名がキャミだったんですね、はい、それであのその方が言ったのは、まあ、キャミは一生懸命提案して自分がいいと思って提案したんだから、うん、その提案はそれでいいんだと。うん、で まあね、その失敗は俺が何とかするからお前は失敗すんなということで、うん、その後の事後処理から何から、うん、全部自分で引き受けて<ー>一切僕に何も言わなかったんです、ね。へーへー だからまあ年も近かったんでそういうこう兄貴的なあり方っていうのもあの僕にとっては心強かったんですけどやっぱその背中見せられたらもう何があってもついてこうってあそりゃそうだいうふうに思いましたねついていこうとはいやもうすごくそれね大事だと思います確かにであのそのいいことをねさっきの愛は与えるものですよとか言うのはね簡単なんですけどそのゆ 言ったからにはじゃあどうなんだなとやっぱりあの部下の方なり後輩の人って背中見ますからね,ね,ね実際そうだったら OK なんですけどうん、うん、そうじゃなかったらおいかっこいいことばっかり言ってるけど実際自分できてないじゃんみたいなうん、うん、でもその先輩の方はちゃんと背中で生き様を見せてくれたというかリーダーぶりをちゃんと見せてくれた、ねうん、うんうん、ですよね素晴らしいぱね。 ね、成果も出してましたし、一番もう最若手で一番昇進してましたね。あそうですか。すごいな。その人はなんでそんな風になれたんでしょうね。結構ね、歴史好きでしたね。やっぱりその方もいろいろ勉強されて。何かこうリーダー像みたいなものをあれですかね、持ってたんですかね。なんかポリシーが一つあって、あの裏切らないっていうポリシーがあるみたいな。あなるほど。だからそういうなんか。 歴史から学んだんでしょうね。なんか自分が大事にすべきことみたいなね。すごい方でしたね。いや本当素晴らしい。ねあまあせ責任俺が取るからもう自由にやれとかってねいういうのをちゃんと実践された方ですよね。私も同じような上司がいましたね。なんていうか思い切りやってみろと。で。 なんか失敗しちゃった時には、その人がなんかすいませんと先に謝ってくれるとか、ね。うん、その人はやっぱりね、ついていこうと思いますよね。うん、で,よねでも実際自分がそうできているかというと、全くもってちょっと自信が。ないまたまたまた。恵子<当> <laughs> さんの中で、まあ今ちょっとあの、あそちょっとそういうリーダーいましたって話しましたけど。うん、そういえば、あの、なんかこう尊敬できるリーダーとか、かつていました。うん、いやなので、こう随所にいましたよね。うんうん、で もう今逆に言うとその人のようにできているかっていうか比べちゃうと自分がなんかシュンとしちゃう感じで今もしかしたら悩んでるかもしれませんその部分ではあの何でしょう雇われる側でリーダーを張るのと経営者になってリーダーを張るのって随分違うなというのが今分かりましてさっきねあの村上さんおっしゃってその人が全部尻拭いしてくれたって言われたんですけど。 経営者それ本当はやっちゃいいけなくなくですかやっぱりその人の成長のためには後処理はその人にさせるべきだなみたいなことをちょっと今考えながら思ってちょっとあのサラリーマンの時のリーダーと経営者としてのリーダーってまた違うのかなって思ってすいません今リーダー像が自分の中で分からなくなる感じ。<laughs> 次のコーチングテーマになりそうですね。<laughs> で、その時にはやっぱりこう歴史上の隣人物とかにそのリーダーズを求めたりしますね。なるほどね。はい、まあ、今の話で私が今思ったのは、うん、おそらくなんですけど、その多分なんですけどね。その経営者だからその。うん 全部をねやっちゃいけないんじゃないかとかえそういう多分そういう感じじゃなくて今回のこのケースはどうだろうなっていうねまあ今回は多分新卒でやってることだし後処理は絶対この子無理だからという場合もあるしみたいなね相手のねそうそう状況とかう,んうでね。 私もでもやっぱりそういうのはやっぱり弱いですね、うん、あの背中を見せられるっていうか、うん、一時期本当弱ってる時期がありまして20代後半の時にでもうある時にその先輩から「お前明日から会社来んな」って言われたことがあるんですよ<ー>でもうその日だけ言われたんじゃなくてもうずっと延々に言われて続けていてその時最後のとどめのように言われたので「本当に来んな」みたいな。 でもう満身創痍な状態でフラフラでこう家に帰ってってで、うんうん、もう本当やめようこの会社と思って弱りきってるところに私の先輩の、うんうん、先輩というか大先輩の,その社,員社員という社員でもないんですけど役員の人なんですけど、はい、その人があの私に BCC 入れて、はい、あの社長にガツーンと。うん、あの いいやこれはっていうね、うん、あのちょっとこう何てゅうかあの客観的に言うとこうなんだみたいなねちょっと私を弁護してくれるような感じのメールを送ってくれたんですよ。でそのメールを送ったことでその人は1円も得しないんですねあの同じ部署でも何でもないんですよ。でその人は1円も得しないのにあのメールをねわざわざ直訴メールみたいなのを送ってくれてるんですよね。それ見た時に もうなんかなも弱ってるっていうのもあって涙が止まらなくなっちゃって、では <laughs> <ー>もうほっとその人には頭がな上がらないし、何か困ったことあったらうもう絶対自分も絶対助けなくちゃダメだと、やっぱそういう人ってやっぱいますね私の中にも。やっぱそう思われるリーダーなのが一番いいですね。すねこの人についていこうとうう思われる人がリーダーなんですかね。ねやっぱ感化なんですね。感化。 んかちゃんとつなげてくれたちょっと感化の解説していただカはいかりましたそこに書いては基本的に特になんていうんですかね西洋がってわけじゃないんでしょうけれどもありがちなパターンっていうのはその自分は変わらないんだと自分は変わりませんで大体後輩とか部下っていうのは自分よりできてないことが多いと。 だからその自分が言う通りに物事を進めていけさえすればちゃんとできるはずだから俺でそういう聞けって言われた方はいやそうは言ってもなみたいなところで納得できない部分ってあったりなんかでしてでもまあ,まあサラリーマンでやってるしまあ表面合わせとこうみたいな感じでこうやるっていうシーン結構多いんじゃないかなと思うんですね。でそういうやり方ですとやっぱうまくいかない。 で本当のリーダーっていうのはもう村上さんもさっき挙げてましたけど、うん、やっぱ背中でで語る人なんですよ、はい、でこの人の言うことにやっぱりついていこうとか、はい、やっぱそういうふうなことを相手を変えるんじゃなくてな、ね、まずみんながついてこようと思ってもらえるぐらいの自分になっていくっていう。 お前が変変わわるるじゃなくて自分んだとまあいう矛先をね矢印の矛先を自分に向けるとで論語でも出てましたけどもその北極星があるんですよね。でよく星空の写真撮るじゃないですかあれって大体ある中心点があって北極星ですけどずっとやってると円形に星がこうあってです北極星を中心に。 まあ結局地球の地軸の先っちょにあの先にあの北極星があるから動かないように見えるだけなんですけれどもまあそういうふうになっていると。というのと同じようにやっぱり周りのね星がこうその北極星の周り回,り回,回自らにして回るように北極星のような人になれとまあいうことを言ってるわけです、ねな。なるほどなるほど北極星のようになるって私今ちょっとストンときました。うん そんな感じそこにも書いてありましたけど自然から学ぶっていうそれも自然かうそうまさに北極星を中心に星が回ってるのと同じように人間界もね無理やり回らせるんじゃなくて勝手にみんなが回って回ってくると星が集まってくるわけですよ北極星の周りにイメージで言うと「あなたのとこ回っていきたいです」ってそうなったら一丸となって組織が ある方向にます私はあしたから北極星目指であのあと「大学」っていう書物もありましてこれの最初の文章がこれも恵子さん昔ね暗記されたと思いますけど「大学の道は明徳を明らかにするにあり」の次に「民に親しむるにあり」あと「自然にとどまるにあり」ですけど「民に親しむ」っていうのがあるわけですよね。あの 大学って本はあの、まあ、将来の,、まあの皇帝になるような人たちとかうん、うん、皇帝に準じる人たちがそれを読んで勉強してたようなイメージなのであのまさにその当時の世界って「君親民」っていう感じの話ですね。 君はあの君って書いて、まあ君主ですよね。で、しはあの今でも大臣って言っているぐらいで、官僚の人たちです。国を動かす人たちですね。で、それから民っていうのは、国を動かす役割を持っていない、一般大衆の人たちです。で、民に親しむにありってことは、あれ君に対して言ってますからね、イメージは。ちょっとしを飛ばして、民に親しむ。ここまで降りてくるで、降りる時に。 あ、その降りてきて親しむんですからね。うんうん、そうすると、民としては、うん、その君っていうのはこんなイメージなんだと。で、それで親しむってなってくると、みんなやっぱりあこういう風な人になりたいなって民が思うわけですよね。で、そうすると、さっきと同じ話になってきて、あの民同士もやっぱその影響を受けて、はいはい、ちゃんとしたなんちゅうか、あのことをやるようになるでしょうし。うん このっというか君主に従っていきたいっていう、うん、一緒についていきたいと思ってみんなはやるわけですよ、うん、でもそういうふうに民に親しむるにありの前にやるべきことは、はい、明徳を明らかにすかにするとこでよねそれは民の名徳を明らかにお前がしろってことじゃなくて自、うん、自分分のの徳徳ですよね心の奥深くにある光り輝いている部分ですよ良心。 普通は両親は抱えてますけど、その周りのところはね、うん、曇っちゃってる人多いんですよね。うん、だからその曇りガラスみたいになっているので、うん、その内側からの光が外側に漏れてこないんですよ。はい、だから、そのそ外側の曇ってる曇りガラスのところをね。ピッて磨いていただいて、うん、ま透明なガラスにすると心奥深くの。その両親の光がちゃんと心の表面にまで出てきて、はい、で、そのそれに基づいた。 思いをちゃんと持つこともできるし言葉も話すことができるし行動も取ることができるようになってくるわけですそうなってくると周りのから見てすごいオーラを感じるわけですよねこの人すごいなーみたいなで、そういうようなことをやりながら民に親しむであって俺は変わらないと名説が明らかになっておるみたいな感じでね民に親しみに至ったってダメダメお前ダメって言われちゃうだけですねまずは名説を明らかにするという事故のね というね、その中国の思想もそうだし、それに影響を受けた日本の思想もそうだと思うんですけど、あの相手に相手に変化を求めるんじゃなくて、自分が変化をすると、そうすると周りがそれに釣られて変化するかもねということなんですよね。そういうことですね。じゃ変化を求めず、自分が変わったことによってどうどうぞ。そうそうそうであとはその相手が変わらないにしてもね。 自分が変わりさえすると自分が履けてるサングラスが取れるようなイメージもあるとね。今まではこの人例えば嫌な人だなと思ってたとでも自分が変わっちゃったら今まで嫌だ嫌だと思ってたけれどもこの人は全然嫌ではなくなったみたいその人何もやってること変わらないし言ってることも変わらないんだけれどもこちらが変わっちゃったからそれを受け入れられる自分になっちゃったみたいなね冒頭の近況でお話ししたそんな雰囲気。 イメージです。社員のみんなここを頑張ってたんじゃないかはいはいはい。うんうん、すごくそこはね。ね、じゃ自分がかけていたサングラスが取れたっていう。あるいはさっきのねあの村上さんのあのカードで言うと、うんうん、地球の裏側が見えるようになったこういうあ別な視点を獲得できましたとかいうことにもつながるかもしれないですね。ねえ、予想って奥深いですけど、<奥> <laughs> なんかさん普段何か予想的に。 読読ままれててるでですすかかかが一番やっぱりんねら派生し僕はウィキばっか読んでますねウウィィキだりあとまあいろいろ勉強してきたスピーチの話とかの中にやっぱり東洋スポーの流れが。 入ってます。なんとなくあ、これってことなのかなみたいな気付けて、でも知識としていただくのはやっぱりここここみたいな本からいただいっていう感じです。ありがとうございます。最後なんか無理やり振っちゃった。まてなわけで、え、あの時間が今日もあっという間にやってまいりました。はい。えっとアイソフィアでは月に一回、東京都竹芝にある。 竹橋,橋です、はい、<laughs> 竹橋です。将、え、来、ー、プラットホームスクエアで1時間15分程度の講座を行っています次回の講座は2月17日水曜日19時半から、えー、講座料は3200円でテーマは何ですか、はい、テーマはですね、はいえー、日本の建国物語古事記から中、はい、まあ上巻中巻下巻があるんですけれども、うんうん、昨年はもう上巻 やりましたので、はい、今年は、あの、ちょっと中間のね、部分をやろうかなと思ってます。まあ、あの、神武天皇の、あの、統制話っていうかね、うん、あの、あの、九州の方から。あの、奈良県の方にやってきた時のエピソードと、山下健のお話、はいはい、この二本立てでいこうかなというふうに思ってます。あの、最初のね、一回目もすごく好評で。あ、また、なんか、売れそうなテキストになってたんですよ。そうですね。入りのね。<laughs> すごくわかりやすかったです。<laughs> ちょっと気合い入れすぎて、あのときは3時間かかる、超分厚いレジメ作ってきちゃって、とてもおっしゃだけで1時間15分で終わらなかったと、それで改めてちょっとリベンジさせてくれって言って、別日に3時間取って、がっつり同じレジメで最後にやったというね、くきの私は、古事記は神様がたくさん出てきて、もこんぐらがっちゃうんだけど、中野さんの解説でだいぶ整理、あれ整理するとね、分かりやすいですよね。去年 はそれがまた盛り上がってあのアディスバールにね故郷帰宅ツアーをやりますからね。はい。で今年はその延長戦であの出雲に行く旅行もね予定されておりますのであのぜひ自然観にお越しいただいてメンバーになっていただいた方には自然観メンバーのみですね。原則ねはいということでございましてあの。 あっという間ね。ということで、ぜひまた自然館もお越しくださいもう少しね、村上さんのお話伺いたいので、そうですね続きはまたこの後更懇親会に向けということで、きょはどうも村上さん、ありがとうございました。ということで、ゆるピタ聖の森2、お送りいたしましたのは、森の番人こと、アシスタントの稽古でした。